はい、ではメインストーリーやっていこうと思います。裏でね、いろいろね、あのレベル上げとか、あのなんだっけ、エンディングドラマとかいろいろやってきたので、もうあとは、メインストーリー完結まで走り抜けるだけになりました。ではやっていきましょう。もう準備はできている。いきますよ。ここから先進むと長い戦いとなり、しばらく町へ戻ることができません。道中にはメインメニューかセーブすることができないのでご注意くださいと。じゃあいきます。そうか、はい、茜さんとラニのことを頼めるな。もともとそれが任務だ。それにお前たちのこれまでを無駄にするつもりはない。安心していけ。大道寺一派はいつからこんな人情的になったんだ。さっさと車に乗れ。行き先は決戦の地だ。決戦の地、いざ行きましょう。大道寺一派もいろんな人がいるな。エンディングドラマの最終話とかね、伊達さんがボコボコにされてたからな、大道寺のやつはね。ということで、ミレニアムタワーですね。さあ、本丸突入だな。ええ、さっさと片付けましょう。お店、これ以上ほったらかしにできないし。そうだな、私も仕事が山積みだ。いいね、余裕じゃないのみんな。ん？あれ、キリュウさんは緊張してる？ん？お前たち、本当にいいのか？え？蛇名とのけじめをつけるのは俺の都合だ。お前たちがわざわざ命張る必要はねえ。ちょっとさ、まだそういうこと言う？ほんと、ちょっとショックなんだけど。桐生さん、私らだって大海さんに片足突っ込んでんだ。沢城のことも海老名のことも人事じゃない。私ら自身の問題なんだ。何より友達一人こんな危ねえ戦いに行かせるわけないじゃない。友達？あんたが伝説のヤクザとかなんて一般人の俺には全然ピンとこないんだよ。俺にとって桐生さんはカラオケと酒が好きで、やたら喧嘩が強くて、そんでだいぶ手のかかる友達だよ。それじゃあダメかい？あんたは一人で抱え込みすぎだって。困った時は頼ってくれよ。お前ら、それがダチってもんだろ。はあ、ああ、そうだったな。いつの間にか忘れてたみたいだ。早速来たぞ。じゃあ俺のわがままに一つ手貸してくれ。雰囲気いいよね、これ日本のこの5人パーティーがめっちゃ好き。みんな好き。まあ、王宮の極みで行くぞ。行くぞ。邪魔すんじゃねえよ。後悔するなよ。皆さんですね、力の差を見ると、王宮の極みでなぜね、吹っ飛ぶね。一発でいけるか。あ、でも、あれやな、せっかくだから使うかな。ポーションヒーバー、ヒーバー、あ、敵の本体に1000ダメージあって、じゃあ使えますか、せっかくだから。デリバリーヘルプいきます。デリバリー頼むぞ。ユキちゃんの子、ユキちゃんやな。ブルオージュのレジェンドキャバリー。いらっしゃいませ。よいしょっと、グラスお願いします。せーの、乾杯。ハズルお願いします。はい、おお。すーどうぞ。えいっ。フィーバータイムです。フィーバータイム、せーの、うん、
かわいい。お、いいじゃん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 。手加減はなしだ。見なしゃしねえな。これで応流の手当てよ。あれだ、お前らは。人生これ成長ってな。やっぱいいな、放射員のメンバー強え強え。さて、じゃあミレニアムタワーの中に入っていきます。今のごとくのラスダンといえばほんとここなんだよね。めっちゃおるな。手厚い歓迎だな。準備はできてるか。行くね。ただじゃ済まさねえ。さて、始めよう。よし、クラの下を通せるんです。調子出てきたぞ。じゃあまた使うか。まだ見てないのは、あー、じゃああれやな、ちょっとマスターのも使いたいけれども、どうしたどうした、本気出せよ。ちょっと見てないの。伊達さんだよね。こっち来い。伊達さん1000万するのか、お前。まあいっか。じゃあちょっと使いますね。1000万の力。よろしく。デリバリー。よろしく。警視庁。派手に決めてやるぜ。真実を伝説のデカ。確かに伊達さんといえばちょっとヘリから助けてくれる印象強いな。チクショー、あやっちまった。だ、だてさん、操縦が効きません。シャルシー、つかえ、つかえ。おお、強いのに残らない。これは強いな。強い、任務完了。計算通りだぞ。すごいよ。こうじゃお湯の手にやっていくか。あ、なんか文字がいるな。手加減はなしだ。どんぐらい吹っ飛ぶか。寝てるわ。ほら、おー、いいね、いいね、いいね。もうその2人残して全員死にました。ナイス。どうしよっかな。じゃあソッチャーはボブルを押し上げて。どうじゃくに行こうぜ。いいね。頑張りますか。さあ、漫画ノーズングローでもいいけど、バシッと決めるね。トンゴとのキャンプで、あっとぴったり、あっと見てた。こいつを。はどうする。私にでも。無駄だ。いいんだかよ。格が上がったね。さあ、ここからが本番だね。エビナは文字通り最上階で高みの見物だろうな。はい、このまま最上階へおとなしく通しちゃくれねえだろうな。もうたくさん出てくるからね。気をつけろよ。はい、調子いいみたい。さあ、エレベーターに乗って進んでいきましょう。アイテム？あ、タウリが助かる。ここ飛び越えるのね。力技というか、ピョンと。なんだお前。来た来た来た。あ、セタッ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 あれやな。あ、なんか全然あれや、装備つけてなかった、ごめんって。あ、困ってたね、常に。回避率 10% 上昇か。ほー、ちょっと待って。アクセサリー何もつけてねえじゃん。ほー、これ強そう。これあれだよね、あの1番の時のあの、あいつブライス倒した時にもらったやつだよね、確か。ねえ、ジョブ経験値、あ、じゃあこれをつけとこう。ジョブ経験値大事だからね。あとないと思う。調子いいぜ。
丈夫だよね。よし。開けて、あ、置いてない、開いてみたい。お、いいね、万能治療薬。やーって、お前やっていけ、あ、ほんとじゃ済まない、いつでも行けるよ。ピンク開けます。開けてみるか。入ってるかな。やったぜ、いたぜ。あ、これ、あ、ナンバーの専用装備だって。デジタルセミが着てるというジャケット、やった。じゃあナンバー、あ、これか。戦闘不能になるときに効果回数 HP1 で耐える。ほう、タスキか。強いのかな、どうなんだろう。まあでも専用装備だからつけとくか。アイテム、なんでもできそう、なんでもできそう。ライトニングボム極み、上登って、ピョーン。ミレニアムタワーもさ、もう立って長いよね。でも綺麗だね、これ中見るかな。アイテムないよね。次行こう。お、スイス製高級腕時計。あ、なんかここ覚えあるな。いい調子だな。何見てんだよ、調子乗ってんじゃねえぞ。いつでも行けるよ。あ、そうそう、ここでなんかバーみたいな感じで、いつでも行けるよ。よし、オッケー、パーって進む。もうね、極上ステーキプレーターチうまそう。で、バナナ。ちょっと待って、ここにまた金庫があるんですよ。ここに回ってこないとダメか。金庫開けて、みっちゃん。お、ここは一息つけそうだ。お、少し休憩するか。オッケー、まだ先は長い。よし、回復。じゃあ、ちょっと今回ここまでにしておこうかなと思います。1000ポイントは調子いいみたい。ここのなんか厨房もめっちゃね、何度も来たところだよな、ごとくシリーズでな。続きバトルをしながら進んでいこうと思うんですけども、って、え、ちょっとまだこんなにいた、うん、これがおもてなしの心ってやつかな。ありがたくて涙でさ、雑魚にかまってる暇はない、さっさと片付けるぞ。はい、あとで文句言うんじゃないぞ。覚悟してよね。ことになるな、バトル、私の番。手加減はなしだ。ここは伊達さんで吹っ飛ばすか。ほら、さあ第2回戦くらえ。調子がいいよ、私。あっ、うわっ、やだ、調子出てきた。雪龍ちゃんは、うん、すごいね、超弱点がつく。あとはこいつだけやな。容赦しない、強力スチーム。頑張りますか。炎は効くのに、ね、打ち抜くぜ。おしまい。よし、OK。またいい男になっちゃった。進んでいくよ。なんかさ、金庫あったんだよな、この辺に。だからちょっと取りたいところなんですが、ちょうど、あ、これはあとタフネス Z。 あ、そうそう、ここです。開けてみるか。金庫開いた。キャバクイーンです。あ、これさっちゃんか。いいね、さっちゃんの専用防具。これはキャメルが消費する MP が、あ、めっちゃいいじゃんこれ。
これはめっちゃいい。つけるしかない。ついに敵も弾切れか。ちょっと休もうぜ、うん、疲れた。あんだけハワイに送ってもまだこんなに残ってたなんて。清流会ってどんだけ組員がいるのよ。まあほとんどが最近清流会に加わった人間だろうね。元は東上会か近江連合。清流会にすがりたくなるほどみんな元坊五年上皇に苦しんでいたんだろう。立て。もうちょい休みましょうよ。敵も弾切れですし。違う、このフロアに敵がいないのか。隠れろ。どうすればいいんだよ。弾が切れるのを待て。そんな悠長なこと言ってる余裕ないよ。ちょっとちょっと。いや、ちょっと。お兄さんたち、お前ら、こないだキリュウちゃんと殴り合って以来体がうずいてしゃあないや。喧嘩がしとうてしとうて。こうなりゃ俺らもとことん暴れさせてもらうで。これ強すぎる。ヤクザの後始末を押し付けるわけにはいかない。そういう結論に至ったんです。一緒に戦ってくれんのか。ええ、お邪魔でなければ。邪魔なもんかよ。最強の援軍だぜ。じゃあ、あの窓からの襲撃、柏木さん思い出したわ。あ、桐生一馬の丘に飛んだ大物ゲストまで加わっとるとはの。三年越しの恨みが一気に晴らせそうや。三年越しの恨み。ここにいる面々はもともと近江連合や。それも下っ端やない。あの解散宣言の場にいた人間や。あの時はようも抜け抜けとわしらを出し抜いてくれたの。きっちりと恨み晴らしたるわ。いいだろう。お前らの怒りは俺たちが受け止めてやる。全力でかかってこい。死にさらせ。死にさらせ。ストレス解消させて。かかってきやがる。なんか。背中を俺たちが守る。わあ、兄さん。強すぎ。あ、これ4人でやんの。これめっちゃ熱いなこれ。マジっすか。どうしよう。せっかくだからね。こんなもんじゃないはず。終わらせる。よし、オッケーオッケーオッケー。レジェンドたちと一緒に戦うなんて。全力でかかる。不動の陣。もうバフありがとう。操作できない。ナイス。まだ続く。オートで戦ってくれるって感じ。なんや、全然物足りんな。強いミス。死ぬ気でかかってくれ。だって今夜はこれはもう俺の極み使っちゃいますね。
おお、かっこいい。まだ強くなれるだよな。え、まだ出てくんの？くそ、次々湧いて出てくる。キリュウさん、ここは俺たちに任せて上に進んでください。わかった。お前ら死ぬんじゃねえぞ。アホ、そりゃこっちのセリフやで。はよ行きや。どこでじゃ進んでいきましょうか。いやー、なんかちょっと共闘できたの熱いね。最後の最後にキリュウちゃんにはね、仲間がたくさんいるんで。あ、竜のさらし、はいはい、アクセサリーやな。あとはないかな。じゃあ進んでいきましょうか。あー、めっちゃおる。いつでも出てくるぞ。金庫ないですか？ほう、兵の配備に余念がないな。俺たちが息切れするのに合わせて畳みかけるって算段なわけか。なる、その計算ぶっ壊してやる。行くぞ。行くぞ。やってやろうじゃねえか。やってやろうぜ。おしめ、力の差を見せてやる。相手してやる。数が多いからね。まあ1000分使うか。1000分もった伊達さん、お願いします。おお、気持ちいい。まだ来ますね。調子出てきたぞ。で、横流の木は、あー、やばい、これ効かないのか。おお、どうしよっかな。これはちょっと時間かかるやつだな。容赦しない。どうぞ倒していこう。この攻撃が効かないのか。メッキ監獄も効かない。はい、ナンバーはことごとく相性が良くない。やんのか。恥かいて知らない。全力全開。ビッグバーの極み、もうしょうがないな。ここはほっ、集え鳩ども。鳩ども、おっとっと。はっ突撃。おお、まあ、ナンバの杖がさ、なんかさ、魔法少女感あって面白いよね一番強いやつなんだけどさ。これがドバブルウォッシュでいこうか。脇が甘いな。脇が甘いな。いいぞ。うん、ふたけび。おお。ほんとちょっとで倒せるか。いいね。さあ、もう、こいつも。よし。きついな。合わせるぞ。必殺！ブロブロブロ。いいんじゃない？いいです。見とれないでね。人生これ成長。ちょっと MP 登録しないとな。MP。あ、250回復。こいつはうまい。とあとビール飲ませるか。うまいな。オッケー。このアイテムをアイスコーヒーデラックスサイズ。おう。じゃあ上行きましょう。
おまんがいるじゃん。何だそれ。この手でひねり倒して楽しませてもらうよ。ん？あ、また柏木さんに行っちゃう。おいおい、また来やがった。そんなのに撃たれたらひとたまりもないぜ。だが今さら引き返すわけにもいかない。物陰に隠れながら慎重に進むぞ。え、なにこれ、隠れながらいいけど撃ってくるかな。おお、オッケー、くる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 、よし、上に行く。これまだ隠れないといけない。あ、敵だ。何見てんだよ。よし、あ、なんかある。なんだこれ。あ、アイテムアイテムアイテム、ロケットランチャーロケランだ。ちょっと待って、怖い怖い怖い。ここもあれか、隠れながら行かないといけないのね。うん、怖い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 。オッケー、ちょっと待って、痛い痛い。チョコバナナクレープ。ここを隠れて。あ、遮蔽物があるな。よし、このところで。またバトルね。かかってきやがれ。ちょ、待って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 、ぐるぐる。おお、何、謎の果実。待って、くる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 。隠れて、オッケー、待って待って、あ、怖い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 。おお、よかった。あ、金庫金庫、やった。終わりか。やったぜ。マドカーの仕分けを。あ、鉄カバット。これあれやな、ダンジョンの報酬でもらえる装備だね、これ。体が軽い。あ、まだ隠れないといけないか。怖い怖い怖い。ん？何？あ、忍者が起きた、忍者って。じゃあやっていきましょう。調子がいいぞ、調子がいい。止める。ラブブロワッシュ、いいね。あ、これ、でかいな。調子出てきたぞ。よし、じゃあまた、伊達さんお願いします。手加減は出した。いいぞ。で、強みで削る。私の番で、さっちゃん、あ、やばい、あ、止めなかった。わあ、あと2人。グラウンドシャワーはどれぐらいいけるかな。せーの、よし、うん。トランスファーシールド、何だよ。恥かいても知らないから。調子出てきたぞ。よし、どうしよっかな。で、さっちゃん、さっさ、容赦しない、協力スチーム。よし、オッケー、ありがとうございます。勝負あったな。撃たれちゃうよ、この人、別に。お、何？あ、おお、おめ、あ、あ、あ、これで終わったか。窓から襲われることは。よし、手榴弾怖えー
ポイント。よし、ということで、じゃあ今回ここまでにしておこうかなと思います。さあ、この先にエビナがいるんでしょうかね。ちょっと次回ちょっとラスボス戦になりそうな予感がします。はい。これから先も戦いが続きますので、セーブすることをお勧めします。ということで、じゃあセーブして終わりにしようかな。では、お疲れ様でした。